にちは。こんにちは。チキティビーツキパパです。チキママです。チキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、はい、月の2021秋冬ザラの新作購入品4点の商品紹介とコーディネート2パターンご紹介したいと思います。もうザラの購入品毎回恒例なんですけど、うん、今年らしいアイテム購入してきたので紹介していきたいと思います。はい。まず1点目がこちらです。フレンデニムジャンパースカートです。価格が2790円でサイズは104センチを購入しました。カラーはブルーです。素材はコットン 100% です。はーいなんか春夏っぽい感じもあるけど。そうそうそうなんですよ。でデニムのシリーズがたくさん出てて、うん、スカートだったりとか、うん、長袖のデニムのワンピースだったりとかいろいろあったんですけど、うん、その中でも彼女がこれを選びました。あ、月が選んだ。そう素材なんですけど 100% コットンデニムになっててリアルなデニムという感じです。なので伸縮性とかはありません。そしてディテールなんですけど肩紐ですね、調節可能なバックル止めのストラップになってます。そしてフロントにですね、大きなポケットがサイドに右と左についてるんですけど、うん、これも可愛いよね、うんうん、でちょっと下目についてるんですよ、うんうん、それがまたなんか可愛いかなって感じです、うん、痛い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 バックスタイルはこういった感じです。ホラーマン。それではちょっと今の格好に合わせてこれ着せてみたいと思います。じゃーん、着てみました。月が今3歳4ヶ月でこのワンピースは104センチを着用しています。全体的なシルエットはこんな感じです。もうサイズちょうどいいね。そう、サイズちょうどいいの、ぴったりで、ま、長さはね多少調節ができます。で今中に着てるのも去年買ったザラのスウェットなんですけど、スウェット中に入れてもね結構余裕あるから、まあまあちょっと若干 A ラインかな、腰回りかな、ね、少しスカートが、うん、広がった感じがするよね。こういうの、 インナー変えたらだいぶ表情変わるし、そう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 、いいよね。そうそうなんですよ。なんでこの素材自体が綿 100% なんで、全然今半袖の T シャツと合わせても着れるんだよね、うん、冬は本当それこそニットとか着せて、うん、タイツ履かせて、うん、ブーツとかそういうコーディネートもできるし、うん、こっち系のやつはねインナーで本当変えられるからいいよね、うん、続いて2点目がこちらです。ボアスリッパです。価格が2490円です。サイズが 15.5 センチです。素材がポリエステル 100% です。でソールの底の部分は、うん、ポリエステルとシリコンでできてます。一応ルームシューズになるのかな。そう、ルームシューズなんですよ。これこんなんあるんだ、可愛くない、ね、ちょうど月用のこの部屋で履く用のルームシューズ探してたんだよね、うん、そうそうそう。で夏はね汗かくし足ベタベタなるから、うん、裸足でいいんですけど、うん、冬のね底冷えを意識してね、うん、どうなるか分かんないけど、そうそうそうなんです分かんないけど、まあ、一応ね買ってみたんですよね、うん、まあ、本人もスリッパ履きたいみたいな感じがあったんで、履いてみました。月が普段足のサイズが 15.5 センチから16センチぐらいで、うん、このシューズが 15.5 センチです。はーい、結構余裕あります。そう、余裕あってね、作り大きめだよね。そうそう、もうルームシューズなんでゆっくり履くような感じ、うん、なんでこの辺のねアッパーの部分とかもかなり余裕あるし、幅も余裕あるんでスポッて履けるので、うん、自分でも履きやすいと思います、うん、ボアがめっちゃ可愛いね。まあ、なかなかないよね、私、うん、子供のさこういうルームシューズでこんなのあるって初めて見た。可愛いなと思いました、うん、で上はボアでちゃんと可愛いけど下はちゃんとね滑り止めになっていて、うんうん、ちゃんと機能性もあるので、まあ、こういうフローリングのところでも滑りにくいような設計になってるので、うん、機能的にもいいと思います。でソールも薄くてすごい柔らかかったので、うんうんうん、本当室内履きにちょうどいいと思います。はい、続いて3点目がこちらです。オーバーロックリブニットカーディガンです。価格が1990円です。サイズが104センチを購入しました。カラーがエクリュです。素材がレーヨンとコットンになります。これはもうシンプルに裸駅に使えるカーディガンが欲しかったので購入しました、うん、このエクリューのカラー可愛いんですよね、うん、柔らかいオフホワイトみたいなカラー、汚れるけど好きなんだよね、うん、一応ねカラー展開でも4色展開あって、黒とか、うん、あの淡いブルーとか、うん、結構可愛い色ありました。はい、もう定番的なシンプルなデザインで、うん、ですね。一応 V ネックみたいな感じかな。そう、 V ネックになってるんですよ。結構珍しいよね、うん、V ネックになってて少しドロップショルダー気味、うん、確かに。で袖口がこうやってちょっとラッフルじゃないけどなんかフリフリってなってるんだよね、うんうん、女の子らしくて可愛いです、うん、それが同じようにあの裾もね、うん、なってるんですよね、うん、それではこのカーディガンに合わせて購入したパンツを紹介してからコーディネートしたいと思います。はい、最後4点目がこちらです。リブフレアレギンスです。
価格が1790円です。サイズが104センチを購入しました。カラーはブラックですね。素材がコットンとポリウレタンでできてます。なんかカーディガンと同シリーズみたいな感じなのかな。似てる。あ、でもね違うんですよ。なんかあれはあれでね、なんかインナーとかパンツがあるみたいなんですよね。これはまた違う感じなんですけど、まあリブになってますね、うん、これは可愛いでしょ。可愛い。なんか長く見えるね。そう、めっちゃ長く見える。細いっていうのもあるんでしょうけど。そうですね、まあ、レギンスになるのでちょっと細めの作りになってますね、うん、でこれの可愛いのがウエスト部分がリボンがついてるんですよ、うん、フェイクで、うん、これが可愛いよね、うんうん、なんでインスタイルして着せたいなって感じです。でリブなのでかなり収縮性効いてます。はい。裾がねさっきのと似てるんですけど、うん、こっちもなんか可愛いフリフリってなってるんですよね、うん、ちょっと今さ大人で言うところのさ、うん、ベルボトムみたいな感じで、うん、トレンドのシルエットなんですよね。裾が広がってる。そうもうほんとそれの子供バージョンみたいな感じで可愛かったです、うんうん、バックスタイルにもポケットが一つついてます。それでは早速さっきのと合わせてコーディネートしてみたいと思います。じゃーん、着てみました。が3歳4ヶ月で、このトップスは104センチ、ボトムスも104センチですね。コーディネートしてみました。そして足元はナイキのスニーカーを履かせてます。今っぽいね。今大人のトレンドじゃない。いやいや、私履かせながらこの豆のさ、うん、ボトムスと一緒じゃんと思って、ほんと大人顔負けの大人っぽいスタイルになりました、ね、月さん、うん、後ろこんな感じです。待って、かわいい、うん、いやボトムスちょっと長いかなと思ったら、うん、シューズとかそうでもないね、うん、で上下ともにかなり収縮性効いてるんで、うん、着やすそうよね、うん、若干カーディガンはやっぱゆったりめですね、うん、同じ104センチでもボトムスはね太ももとかぴったりだけど、うん、この辺袖とかはちょっと緩めかなと思います、うん、なんでぴったり着せたい方はワンサイズ下げてもいいのかなと思います、うんうん、まあ袖まくったりしてもいいし、ね、うんうん、まくってもいいし、まあ中にね今肌着なんでこれから先寒くなったらね少しこう長袖のインナーとか着せるとまた変わってくるとは思います、うん、これ可愛いよ、ね、しかも安いし、うんうん、1級と1700円だったっけ、うん、めっちゃ安いよね。でも普通にお出かけ着として使えるよね。そうそうそう、このモノトーンコーデがなんかお母さんともさリンクコーデしやすそうだし、うんうん、お父さんとお母さんとね、うん、ということでザラのキッズアイテム、大人に比べると結構価格も低価格ですし、うん、あのお出かけ着に使えるアイテムたくさんあるんで、よかったら動画の説明欄にもリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということでこのチャンネルでは月ファミリーおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズなどご紹介してますので、よかったら YouTube やインスタでチェックフォローお願いいたします。最後の口でありがとうございました。ありがとうございました。